どうもこんにちは、まみよしです。 iPhone14 シリーズだったり AirPods Pro 2、 こちらをね、発売日当日にゲットしたい、そういった方多いと思います。今回はですね、9月9日の夜9時からの予約に備えて、これをしとけば絶対に発売日当日の在庫をゲットできるって方法があるので、今回はそちらのやり方解説していきます。で、明日のね、夜8時ぐらいから予約争奪戦の生放送っていうのありますので、よかったらチャンネル登録してみんなでね、予約の方をしましょう。ということで、早速やり方の方を解説していきます。そうしたらですね、まずは iPhone のトップページに行って、アプリをインストールします。iPhone の App Store のアプリをタップして、で、この中の右下の検索ボタンをタップ。そうしたらアプリ名から Apple Store と入力しましょう。そうしたら検索。そうするとね、Apple Store っていうショッピングバッグのアイコンが出てくると思うので、こちらをインストールしていきます。で、インストールが終わったらね、ここから開いていきましょう。アプリを開くと、自動的にね、iCloud のアカウントでログインされます。このね、iPhone の設定の一番上のねアイコンとこの右上のアイコンっていうのが同じになってるかと思います。そしたらですね、ここから支払い設定とかっていうのをまずは設定していきましょう。右上の自分のアイコンをタップして、でこの画面下の方に行くと、お支払い方法と配送先住所っていうのがあります。この2つをね設定していきます。そしたらまず最初に配送先住所、配送されてくる住所っていうのを入力していきましょう。これに関しては家の住所ですね、名字とカタカナでの名字、名前、カタカナでの名前。で、郵便番号、都道府県、市町村、番地。で、建物名、会社名。まあ、この辺はオプションですね。で、電話番号とメールアドレスを入力して保存です。そしたら次、お支払い方法を設定していきます。今回ね、クレジットカードが必要なので、クレジットカード番号っていうのを入れましょう。クレジットカード持ってない人はね、ビザデビットカードとか作っておくとめちゃめちゃ便利なので、それ作ってみてください。確か16歳から作れるので、高校生でクレジットカード作れないとかいう方はビザデビット作ってみるといいと思います。僕は昔ジャパンネット銀行、今のペイペイ銀行のビザデビットを使ってました。まあ最近だとね、 LINE のビザデビットとかそういったものをね使うといいかなと思います。そしたらここからクレジットカード番号と裏面にあるセキュリティコード3桁を入力していきます。そうしたら次、有効期限、これもねカードの裏に書いてあるので、それを入力していきましょう。で、あとは請求先住所ですね、自分の家の住所を入力していきます。電話番号とメールアドレス、これをね全部入力していきましょう。で、この連絡先から取り込むっていうボタンを押すことによって、自分の連絡先にね住所とか入力してあれば、その連絡先から取り込むこともできます。で、さっきお届け先住所設定したと思うんですけども、それと全く同じ請求先住所であれば、これをねコピーするを押せば一発で入力されます。入力されたら保存で保存しましょう。で、これでね、配送先住所とお支払い方法っていうのを設定することができました。で、そして続いて2つ目ですね。2つ目は自分の欲しい端末っていうのをブックマークに入れておくことです。じゃあ今回 iPhone14 Pro でちょっと設定していきます。まずは iPhone14 Pro をタップして、この中で準備するを押します。ポチッ。で、そうするとこんな感じで機種を選んだりカラーを選んだりっていうのができます。今回は iPhone14 Pro でシルバーで、僕は 128GB を購入します。で、これで下取りに出すか出さないか、まあ下取りに出さないでいいですね。メルカリとかで売った方が多分高く売れると思います。で、分割したい方は分割、分割に関してはペイデイが対応してますね。ペイデイだとオリコローンとかと違って、購入ボタンを押した瞬間に在庫っていうのが確保されます。で、僕はね今回一括払いで購入します。一括払いをタップ。で、アップルケア入りたい人はアップルケア入りましょう。僕はねアップルケア壊れたことないんで保証なしでやっていきます。ちなみにアップルケアに入ってなくても1年保証っていうのはあるので、まあそんなにね、気にしないでいいのかなと思います。そしたらこんな感じで iPhone14 Pro 128GB シルバー 149,800円で選択できました。で、この状態で右上のここ、付箋マークを押します。そうするとアイテムをリストに追加ということで、今回新しいリスト作りましょう。争奪戦に名前しときます。まあリスト名は適当でいいです。そしたら完了。そうすることでリストに入れることができました。で、リストの確認方法に関しては、アプリを開いて、ここの 4U ですね。真ん中のボタンをタップ。で、ちょっと下にスクロールすると争奪戦、今回のリストがあるのでここをタップして、で製品を選択します。そうすることで機種を選んだり色とかストレージ選ぶ時間っていうのが短縮されるので、これでね早く注文することができます。ちなみにね、この下取りに出すか出さないかはねまた選択しないといけないので、そこだけ注意してください。で、
これ月々の分割払いで購入する方に関しては今のうちにね予約注文の準備をするっていうボタンを押しておきましょう。そうすることでペイデイをね使うための準備っていうのをすることができます。なのでペイデイで買う方はこちらやっといてください。じゃあちょっとね買う商品全部リストに入れていきましょう。今回14プロマックスも購入します。14プロマックスでこれもシルバーです。で128下取り出さないで一括払いで保証なし、これで保存争奪戦ですね。これに追加。そしたら次は iPhone14 シリーズ、これも今回購入していきます。 iPhone14 でこれに関してはブルーを購入します。ブルー 128GB 下取り出さない一括払い保証なしで保存と争奪戦。続いて14プラス、14プラスは今回パープルを購入します。 128GB 下取り出さない一括払いで保証なし、これでリストに入れます。でそしてね、今回一番争奪戦になるのが多分これだと思います。 AirPods Pro、 AirPods Pro も選択して、あのね刻印は入れると発送が遅くなるので刻印はなしにしましょう。 Apple Care はどちらも OK です。僕は追加なしで、これで右上の付箋から争奪戦、これで 4U を見ます。 4U に争奪戦5個全部入りました。そしたらあとは争奪戦が始まった瞬間に AirPods 開きます。下にスクロールしてバックに追加戻る、 iPhone 下取りに出さない選択して一括払い選んで Apple Care なしで、ここカートに入れるになってるんでカートに入れるっていうのを全部やってって、で最後のやつをバックに追加したら、この右上の続ける押すか右下のバック、これを押して注文する製品全部が出てきて合計金額とかが出てきます。そうしたら支払いオプションに進むを押す、でご注文手続きでもいいし Apple Pay でも OK です。ただ Apple Pay に関しては住所をこうやってね選ぶ手間とかが発生するのでご注文手続きの方がちょっと早いかなと思います。ご注文手続きをタップ、発送されたい場合はお届け予定日上のやつ選ん で受け取り方法を Apple Store で受け取ったり営業所で受け取ったりする場合はこの下のところを押して好きなところで受け取り設定にしましょう。あ、でもなんか受け取り方法今最寄りのところ見たんですけど選択できなかったので、まあ、無難に上の発送でいいのかなと思います。そしたら配送先住所、これ住所を入力になってると思うんですけどなってなかった場合はこれを押して住所とかを全部入力してこの下にある配送先を保存、これにチェックを入れて右上の保存を押しましょう。で住所を入力したらあとは支払い方法を選択してご注文の確定、これを押すとねクレジットカードのセキュリティコードを入力する画面があるので3桁のセキュリティコードを押してでこれで注文確定になります。であともう一つコツがあって、それは何かというとこのアプリ経由で買うことですね。毎回予約が始まるときはこのアプリが先につながるようになってその1分後2分後ぐらいにブラウザ版で予約っていうのが開始されるのでこのアプリでやるだけでねもうほぼ 100% 当日代行っていうのをゲットすることができます。ということでいかがでしたでしょうか。この方法ね毎回の予約争奪戦で使えるので友達とかと予約したい場合は友達にもぜひこの動画シェアしてみてください。以上、役に立ったと思ったらぜひグッドボタン、そして予約争奪戦も遊びに来てください。以上、バイバイ。